況パワフルプロ野球。はいどうも皆さんこんにちは、おもだれです。おーやべえ、でかいな声が。よしよし、オッケーオッケーオッケー、こんな感じかな。ではですね、パワプロをやっていきましょう。前回どんな感じだったっけ。ちょっとね、記憶がまた飛んでしまいまして。はい、始めましょう。じゃあ次からでやっていきます。まあとりあえず新四天王にはなったんで、こっからまあ練習をしていくって感じですね。で、彼女も作ってないんだよな今回。お、いいね友沢くん。そうそう、で友情タッグも友沢くんと組んだんですよね。これかっけえ、このイラスト。おお、友沢くんまだいてくれる。パーリン買うか、疲れたなー。おお、ナイス、メガネ、メガネ最高ですね。じゃあ打撃、いいね。お、まだいるか。でも無理だな。まあ夜練もあるんで、夜練のために時間潰しても大丈夫そうですね。時間潰すっていうか、まあ休憩だけど。で、あー、で、微妙、精神やろ。はい、学園祭だなーと。じゃあグラウンド行ってみましょうか。慣れ親しんだグラウンドだ。ここで何やってるのかな。新ホームくんじゃないでやんすか。野球部の出し物でやんすけど、何やってるでやんすか。あ、すっかり忘れた。てか野球部に出し物あるんかい。露骨なごまかし、ギク、お仕置き、罪を償うチャンスをあげるでやんす。100球耐久ペッパーでやんす。地獄やな。待った、ちょっと待ってね、体力ないんで。ちょっと今回は友沢、今から一緒に兄弟かと。友沢も弟や妹の前では優しい顔するんだなと。いやー、友沢くんのね、確かリモートとかも、あーいいね、肩も組める。そう、ダブルなんですよね友沢くんって。てか、なんでパワープルアプリ友沢くんダブルじゃないんだろうな。得意練習、肩とね、打撃でいいと思うんですけどね。まあそうか、でもまあ12とかだと変化だしな。得意練習ありすぎなんだよな。何やったりでやんすか。電話で仲間なししちゃって、5時間ぐらい5時間も寝てようって、睡眠不足なんて贅沢でやんす。俺はインターネットやらテレビの録画準備やら模型やフィギュアの作成やら忙しくて、最近は3時間しか寝てないでやつ。武井壮みたいなこと言ってますね。それで体が持つの。監督の目を盗んで居眠りしているから大丈夫なやつ。ダメじゃねえかこいつ。え、じゃあパーリン変えましょう。やっぱヤンスですね、結局は。ヤンスクオリティ。てかそうだな、買わなきゃよかったな、このバット。パーリンと、肩いきましょう。ちょっと久々にやって、育成理論がガバガバですね。猫髪来たな。猫髪もありっちゃありなんだけど、まあ休むか。休もう。で、夜は、まあ打撃かな。打撃もレベル上げときたいですしね。誰か誘うか。じゃあ、わがままゆちゃん誘いましょう。プレゼントどうしようかな。あ、間違えた。くそ、まあ、いや、高えのか、ちった。いやー、やっちったな。お金が足りないよ。あ、終わった。あちーん。悲しい。友沢から来てる。ブラブラと。おお、努力。大吉。頑張り屋さん。頑張り屋さんの、あれ見てみますか。あ、何？焼きそばパンが売り切れるでやんす。焼きそばパンで決まりでやんす。ラスト2つよ。急ぐでやんす。俺様のもんだ。何やってるやんすか。先越されちゃったでやんすよ。焼きそばパン俺がもらっていくぜ。疲れが溜まった。なんやねん、そのイベント。いや、帝王にしては弱いな、これ。うん。ちょっと余計なことしすぎたな。はい、休みます。猫髪と組みましょうかね。よいしょー。私が目覚ましい成長
嬉しく思いますよ。しかしダメなものもいますね。犬川くんのように。なんか昔の監督に戻りましたね、一瞬。で、これは、まあ、友情タクトレーニングですね。よし。猫が3日間 2% なら大丈夫でしょう。OK、よかった。実は結構心配だったっていう。じゃあ、精神いきましょう。ああ、試合か。ああ、やる気下がる。パワーが足りないな。打撃かな。ああ、どっか行った。休むか。休みましょう。おい。回復。ああ、いるね、猫神。オッケー。よいしょー。じゃあ、最後は打撃で。これで終わりですね。で、どこ希望と。まあ、なんでもいいですね。はい、中日で。適当。めっちゃ適当に決めたな。ああ、なんだ、びっくりしたわ。マジホモ4番だと思ったら、こっち新ホモでしたね。さあ、行きましょう。で、今回キャプテンなんで、全部操作になります。なので、私が、ヘマをしたら、私のせいになるという、ちょっとですね、緊張する試合になっていますが、頑張っていこうと思います。マジホも強いね。まあ、パワーヒト、アベヒ持ってたか。なので、結構ね、使える選手になっているんで。よし、行こう。おー、いいね。ナイス。さあ、行きましょう。犬かね、自分が使うと弱いんだよね。あれ間違えた。あれ難しいね。この組織、そうか。自動で取らない。自動っていうか、なんか、近づいたボールすぐ取らないもんな。ちょっと2018の感覚になってましたね。フォーク。オーケー。ストレート。進化。おい。ナイスー。素晴らしい。誰だ、沼田。1シュート。あぶねえ、今取れないかと思った。帝王ってね、結構ガチ育成すればオールウェイもね、普通に作れるんですけど、まあ、新四天王はちょっとね、弱くなるんですけど、まあ、でもさすがにここまでは弱くないですね。今回私の育成がちょっと下手くそすぎましたね。よいしょ。いいね。あ、てか1点取ってんのか。どうしようかな。強振むず。やめとこ。はい、セーフ。で、猫神いけ。よいしょ。全然ダメやんけ。まあいいや、初回というか、初戦なんで、多分勝てると思うんで。スローボール。バックネットね。ういえ。ストレート。ナイス。おお、誰とんの？いけ。よし、ナイス。さすが犬川。じゃあ、フォーク投げましょう。クライアー。で、ストレート。おっと、いいね。ストレート、くらえ。オッケー。井上。進化。あ、てか、そうだな。そろそろ再生リスト、それぞれの動画につけとかないとな。やっぱ、後からめんどくさくなっちゃうんでね。もう最初からね、再生リストつけとかよかったなっていう、非常に後悔がありますね。って感じで勝利です。いや、面白いね、やっぱり11話。おい、お前、0本かい。で、全国大会と。で、パワフルですね。まあ、ここで勝たないとですね、本当に、帝王は。ここで勝てなかったら、もう帝王である意味がないからね。電気点。さあ、行きましょう。よし、強い。さすが、新帝王。
でもね、パワフル高校もね、打撃が実は結構強いんですよ。コンピューターのレベルがちょっと高くて、あー、いいとこ打ち上げんな菊池。うん、フォーク、うわー、やばいやばいやばい、おいー、くそ最悪だわ、マジか。犬川くん頼むよ、やっぱ強えな、打撃レベルが。シンカー暗い、オッケー、取れないかそれ、よし、最高、ストレートを暗い、ここらへんかな、よし、ナイスマジホーム、竹内ストレート、うん、ナイス、あ、ナイスかこれ、フォーク、おら、よし、いいね、さあ行きましょう、1点ぐらいは取っておきたいですね、できたら。おい、ストローボールかいびっくりしたわ。よし、新ホーム、まあミートで行こうかな、いや、まあいいや、ミートで、よし、うえ、マジで、うまいな今の岩崎。ああ、ミスった、やべえ、打撃下手すぎんか、やばいですね、打撃がこんな下手か、日本代表編が不安だな。ああ、マジか、ちょっと上の方でもダメなんですよね、難しいな本当に。最高、うわ、初野くんか、オッケー。でもコンピューターもさ、なんかちょっと上の方を打つだけでこんなになるからね。おお、ナイス、それで十分、あぶね、今の普通にヒットになる当たりだったな。どうだ、あー、これ入るな、あー、入んねー、よかった、あぶねー、びっくりした。うわ、ひもとか、交代してもいいけど、あぶねえ、よかった、おい、あと1人か、めっちゃギリだな。1シュート、オッケー、シン、あ、フォークか、フォーク、フォーク、シンか、頼むよ、おし、オッケー、あー、ほんと怖いわ。じゃあゲームセットですね、いやー、マジで怖い、本当にね、打たれる恐怖ってたまんないですよ。あ、そうだ、ちょっとすみませんね、パワープロログインしないと。まあやりながらで OK ですね、ロード中とかにやっとこう。うん、で3月、あ、 B になったね、 OKOKOK、 友沢、おーし、最高ですね、さすが A のライバル。うん、あー、でもやることねえな、休もう。で夕方か、あー、そうだ、猫が見ようか、夜練マジでいらねえなって言っちゃダメだけどさ、アクセサリーあるし、しかもパーリン買っていくか、まだ効果バッチリなんでね。打撃かな、うん、じゃあ全国、おーっと、犬川と猫神が喧嘩中ですね、まだ言うかーっつって喧嘩してますね、まだ言うわ、はい、で友情が組めると、はい、まあこれも友情は組むイベント見れているんで、まあそちらの最初の実況の方を見ていただければなと思います。さあ次の人、さあ誰だ最初は、おお、大航海大学、港が見えたぞ、長旅お疲れ、おい、そこ、ここはスタジアムだし怒り下ろせ何言ってんだこいつ、いや懐かしいな、汽笛ですね。
いや懐かしい。まあ汽笛は結構みんなさんの記憶に、汽笛だっけ、そうだよね、読み方違ったらすいませんね、結構残ってんじゃないのかな。ビジュアルがね独特すぎますからね。テレッテレンテテンテテン、ストレート、おっと、うわー通れねー、厳しいな。フォーク、しかも1点取られてんな、私の実力でいけるかな、不安だな。フォーク、はい、うん、ナイス。で、スライダーですね、スライダー、あー入らん。フォークをギリギリに投げる、おっと打った、ストレート、よいしょ、うーん入らんか、スライダー、はい、ここら辺、よし最高。あでもいい打順から始まるな。あそうだ、汽笛の能力見ていきますか。はい、こんな感じ。まあコントロールが死ぬほど悪いって感じですね。まあなのでフォアボールもまあワンチャン狙えるかなとか。うわー全然めっちゃずれんじゃん、すごいずれたな。まあね、ある意味 G って最強ですからね。よし、どうだ、 OK、 危ねえ、めっちゃギリだった今。さあマジホーム、おでっか、あーちくしょう、打てそうだったな。強振でちょっと狙っていきましょう。どうだ、あーでも普通のヒットか、まあまあいいや、とりあえず一人は返せたんで、あと一人だな、吉田、こいつはまあミート打ちの方がいいな。わあくそマジかよ、いけ、あ間違えた、危ね、うわくそダメか、まあ無理なんだよな挟まれたら。よいしょー頼む、あー切れた、くっそもったいねー、どうだ、いけ、入れ入れ、あー入らん、でもまあまあまあ、オッケーオッケーオッケー、一人返せる、返せるよね、返せるよね、おお投げない、ありがとう、優しいですね。なぜほ、なぜ追っていった今、おストレートだけのやつだ、これ絶好だろ、絶好の相手ですね。どうだ、頼む、あーマジかよ、強振で打たなきゃよかった、4番からか、怖えな。フォーク、お、いいね、スライダー、あーミート落ちか、ミート落ちなら狙っ、あーミート落ちだからストレ、あーおいちょっと外すなよバカ野郎。じゃあフォーク、よいしょ、あーいいとこ、わーそれは無理、池田、フォーク、よいしょ、ナイス、猫髪かな、うん、はい、武田、よいしょ、バカめ、もうタッチアウトしてあげましょう。さあ、あと一人、木村、木村拓哉ですかね。ほら、フォーク、ナイスー、オーケー、よし、なんとか勝った。ギリだったな。ホームランじゃなくてファールになったのちょっと痛かったですけど、まあまあ勝てたんで結果オーライですね。うん、じゃあ全国ラストですね、これ終わったらじゃあ一旦終わりにしようかな。作戦立て直さないとなと、俺たち新手を野球部が乗り越えなければならない相手ってわけだな。おお、我ら最強最強大学、さあ行きましょう、ラスボス、ラスボスっていうか、まあ、今回の決勝相手ですね、最強大学。うん、ここに勝てなければ本当に勝ったとは言えないですね。さあ行きましょう、もう全国大会とかね
うわー、はい、もうほぼ負けましたね。これはこれは無理かな。きついな、これは。まあ頑張っていきましょう。でも負けたくはないんでね。やるからには勝ちたい。くそ、マジか。3対0厳しいな。おこっちかい。はい、石川さん、ストレート。さあどうだ。うわー無理か。林、フォーク、ほい、ナイス。村田、ストレートから行くのよくねえな。今思ったら変化球から投げていった方がいいですね。よいしょー、おいしい。最高。こっからだよね、問題が。点数取れっかな。強いな、162キロで3方向かい。厳しいな、それは強いな。あー、くそ、変化でずらされたか。矢部君行こう。おい、早いな、おい。早いな。うわー、マジか、また変化球か。ずらされるな、普通に。犬川で大丈夫か。犬川交代させようかな。お、でも、あ、無理だね。いやー、マジか、強いよ、ここ。強いというか、まあ、私が下手なだけか。進化、暗い。怖いな、清本。本当に怖い、こいつ。あぶねえ。これ清本のテーマって言われてますかね。おお、よかった。とりあえずボンダか。あぶねえ。もう清本倒せればなんとかなるわ。ああ怖い。あ、こいつ死んだな。3方向欲しいな。こいつにしよう。池間百瀬。くそ、犬川先発ってのがな、やっぱ弱いんだよな。進化で、できるだけ私はね、比較的じゃなくて、基本的に低めに投げるようにしていますね。低めに投げればね、それだけホームランの確率も減らせるんで。はい、できれば低めで。フォーク、カーブ、うん、フォーク、ナイスー。はい、さあ行きましょう。スリーアウト。うわー、こっからだよな。どれかな。ワンチャンもうホームランにかけていけるしかないな。あーと言って、打ちきなり打ち上げる男。ダメだなー、これ厳しい。猫神は無理だな。猫神はヒットにかけましょう。てかすぐフライになるな、難しいな。うん、どうだ。あー、うわー、なんだその取り方。くそ、イラつくわ。最高。どうだ、これはヒットかな。ここでホームラン打たないと厳しいですね。マジホームにかけよう。うわー、スライダー。うわー、シンカーが打ちずれ。ちょっと待ってね。あー、そういうのをやめて、本当に今は。どうだ。あー、ダメかー、負けた。くぅ、3-0 はきついわ。また負けか。いやー強いですね、最強。ここね、毎回勝てねえんだよな。でもここまでやれたのはみんなのおかげだと。じゃあ次の大会頑張ろうと。威厳と栄光と。私は帝国実業から来ました。帝王大学は個人主義の勝利主義と聞き、固いな新入部員。もうそんな野球じゃないよ。みんなで助け合う全員野球がテーマになったんだと。うむ、そうですよ。貸し物必要はないない。
ジョブジョブ大丈夫、監督に一言でも意見したらタイムとかは、いやはや参ったですね、そんなことは申しませんよと。緊張して損しちゃった。俺昨日の夜から鏡見てかしこまった顔練習してましたよ。はは、なんだチーム一丸となって頑張ってくださいと。いや、いいですね。で、影山さんがドラゴンズと。じゃあまあ逆指名なんで。おお、爆弾取れた。どういうこと、何があったんだ。影山さんの力で爆弾が取れましたね。じゃあちょっとこの辺で終わりたいと思います。それではお疲れ様でした。さよなら。